マッチャーソーマンでーす。今日はですね、ちょっともう早速登場してる石垣もずくちゃんが和歌山に来てくれて、ちょっとここの和歌山の焼肉屋さん、松島園さん、僕はツイッターで生レバを油で、ちょっとだけこう、なんていうんですか、浸して食べる動画をツイッターで投稿したら、もずくちゃん食べたいということで、もう早速和歌山に来てもらって、はい、紹介できればなと思いますんで、行ってみましょうか。はい、早速、はい、行ってきます。うまいもん TV。もずくちゃん、はい、来ました。はい、噂のメインが、これ生レバなんですけど、まあ、今日本でね、生レバ食べたら法律でダメなんで、このごま油なんですけど、これを加熱して、でこれにこの生レバを浸してちょっと湯がいて食べるみたいな感じなんですよね。これがめちゃめちゃ人気なんですよ。本来であれば多分これでも食べれるぐらい新鮮なんですよね。食べたいところですね。はい、食べたいところなんですけどねあとはこれがランチメニューのこんな感じで、焼いていきましょう。いただきますよ。ペイパイト。パイトを言うな。ただちょっと食べていいですか。はい、どうぞ。いただきます。うん、すいません。このスープもうまいんですよ。マジで。うん、うまい。熱い？熱い。やばい。あ、あ、熱い。おいしいでしょ。これご飯にかけてもいいやつ。お茶漬け風にして食べてもめちゃめちゃうまい。大体こういうの味薄いじゃないですか。うんうん、ちょうどいい。うん、本当に。これ行ってみようか。もずくちゃん行ってみたらぜひ。ジュワ。ジュワ。ジュワしちゃっていい。ジュワしちゃっていいですよ。念願のジュワ。悪い顔してる。あ、味わした。どんぐらい？もう多分ね、好みなんですよね。わかんない。もういいかな。もういいじゃないですか。で、もうそれをご飯にポン。ご飯にポンして食べる。はーい。食べて。嬉しい。口がにやけてます。いただきます。うまいっしょ。うまいっしょ。なーにこれ。やろう。うん、楽しい。この音がまたね。うまっ。あ、2個いっちゃった。もくちゃんも一ついって。うん、これめっちゃご飯に合いますね。うん、最高。めっちゃ美味しい。この辺もいけるんで、お肉もいい感じで焼けました。このバラ肉もうまいよね。めちゃめちゃうまい。久々だね。あ、そう。うまっ。おいしい。ペロッといくね。全然余裕です。余裕だね。
これ画期的やよね、うん、単純だけどこれやるべきですよ、やるべきやるべき、絶対やるべき、この家でもやりたい、うまい、うん、よかった食べました、まずこちゃんも満足しましたか、はい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした、はい、ごちそうさまでした、松島園さんの、肝の塩ごま漬けみたいな名前のやつ、どう超美味しかった、超美味しかったでしょ、いやもうここね本当にあの生レバ好きの人はねちょっとまあそれに近しい感じで食べれますんで、あれでいい、あれでいいでしょ、あれでもいいよね逆に、そうそんな感じで食べれるお店なんで、あとお肉がもう赤身のお肉がもう何でも美味しいんで、ここはおすすめですんで、ぜひ和歌山県の田辺市に来た際はバババババ言って言ってた来てみてください、ご視聴ありがとうございました。あれやってください、最後のこの動画がっていうやつ、この動画がニッポンさんのはグッドボタン、あ、いいっすね、はい、チャンネル、はい、よろしくお願いしますバイバーイ